10月12日、横浜市内の隠れた名所を回るウォーキングツアーが新横浜駅周辺で行われました。横浜市在住の60歳以上を対象に老人福祉センターが主催して年に4回行われるこちらのイベント、この日は秋の気配を探しながら新横浜駅から大倉山公園までの道のりを往復しました。公園到着後には靴の履き方から歩き方まで講師から正しいウォーキングの知識が伝えられ、歩くときに骨盤の動きを意識するよう話がありました。その後は桜の葉が色づき始めた不凍包み緑道を歩き、そこに点在するアート作品を見学します。参加者たちは落ち葉を踏みしめながら芸術の秋らしいコースを楽しんでいました。最後はストレッチをして体をクールダウンします。この日のツアーではおよそ9キロの距離を歩きました。まあ、ちょっと疲れましたね。でも、天気ももって良かったと思いますよ。ちょっと疲れたけど、今日は涼しかったので楽しかったです。コロナ禍で、とってもストレス解消できました。はい。主催者は、高齢者の健康維持を目的としたウォーキングツアーを今後も行っていきたいと話していました。